真田信綱は、戦国時代の武将、武田信玄、勝頼の二代に仕える、陽明は玄太、関東は左衛門の城、武田家の木は二百気持ちの侍大将、武田二十四将にも数えられる、海の国主後、武田氏に仕える、他国主、真田幸ユの着難、母は、真田家の不代家臣、河原高政の妹、室は、お北様と呼ばれ、 北信濃の,の旧族、高梨正頼や井上次郎座右衛門のの娘とする、説がある。子に、真田洋衛門、真田信置、真田信光らがいる。洋衛門は、越前松平家へ仕官した。信仰は、孫との説もある。孫の場合は、信置の息子か重の席によれば、娘の西恩院伝は、信綱の弟、真田正幸の着難。 信ぶゆの室となったという、天文六年生まれであることは、信ぶな寺戸のご辞席校で明らかである。同母帝の正ゆき、のぶらが幼年期から武田信玄に近似しているため、信ぶなも早い時期から信玄に出資していたと考えられている。確実な書質資料は、真田氏の氏神、あず山白山神社奥宮に奉納された父、ゆ隆と連名の連書で、武田家へ仕えているが、 ウ人ジンや出資時期など前半生は不明。これは父、ゆきと生涯が重なるためで、前半生の大半はあゆが前面に出ていたため、のぶつなの記録はほとんど見られない。父と練習していることから、この時点で、すでに着手、家督相続者としての地位を固めていたとされている。紅葉軍艦によればエロク4年の第4次川中島の戦いでは父、ゆきと共に、 最初参攻撃の別動隊に加わっていたという、A66 年の岩滅城攻略の前後から、雪高は、上野東軍での活動が主となっており、品野の本願地は、後継者である信綱が事実上支配していたと思われる、軍艦による元気三年、信玄総人図書上によれば、雪高に代わって、品野戦方衆の筆頭に挙げられており、この頃には、 世代交代が済んでいると推測されており、資料の検討から、西上の進行作戦が行われていた、A60 年までには、継承が行われていたと考えられている。戦場ではもっぱら父、雪高や弟の真田正輝らと共に行動しており、雪高と共に、品野国や上野国を転戦し、A61 年には、正輝と兄弟で、駿河国攻めの戦法を担い、 永禄1 2年の三瀬峠の戦いでは、正照や内藤正豊と共に伝軍を務めて、先行を挙げている。その後も主要な戦いには必ず名を連ね、主に戦方として活躍している。また近年では、三輪城上代であったとする説も有力で、純不代としての待遇を得ていたようである。元気3年の信玄の正常作戦にも従軍し、三方ヶ原の戦いでは、 武田軍の先手を務めて奮戦した。したら現結戦場、三つ子山に残る真田信綱、正輝兄弟の墓。天正2年5月に行きたかの死去に伴い正式に、真田家の家督を継いだ信綱は、その1年後、天正3年5月21日の長篠の戦いに、真田の兵を率いて参戦した。三尺三寸の人たち、青江忠を振って奮戦し、 馬防作を次々なぎ倒しながら、敵陣に迫るんが鉄砲部隊の銃撃によって、弟の政輝と共に戦死した、去年十九、したら玄古戦場に残る母品には、真田玄太左衛門城、信綱の日と刻まれている。真田家の家督は、勝頼の命令により、信綱の幼児らに受け継がれることは認められず、武藤家を継いでいた、同母弟の正行が継承した。法名は、 信ぶ自伝店、室道や大善城門。信ぶを売ったのは、徳川方の渡辺貞十郎成功だと言われるが、実際には、織田信長配下の柴田勝家、庭長秀、橋柴秀吉ではないかとする説もある。のぶの首は着用していた、陣羽織に包まれて、家臣の北沢斎蔵と、白川景湯が買いに持ち帰ったといい、この、 千染の神保織は、上田氏の信綱寺に収蔵されている。なお、この二人は信綱を追って巡視し、その忠義を称されて、北沢家には三百国、白川家にも二百国が与えられた。なお、信綱寺は、信綱の弟、正幸が、遺廃所として建立した寺で、この南には、古城と呼ばれる尾根がある。ここは、中世に、真田氏が館を構えていたと言われる由緒のある地である。 信ぶは信玄に将来を職望されるほどの豪遊の持ち主で弟の正幸も、信ぶの優を尊敬していたという、おいの真田信重に信ぶと同じ、左衛門のを名乗らせているのは、信ぶのように豪遊になってほしいという正幸の期待があったと言われる、初陣である、品野将、岩竹白攻めで一番槍の功名を挙げるなど、豪遊の死であり、若年より、武勇抜群、信玄。 活頼領量大のうち、工場、野戦、そのコースこぶる王子と評されている。ありがとうございます。